も買えばいいじゃん。そんなにお金ないよ。ねえ、範囲は決まったの？支払いの方はありがとうございます。お釣りはいいから。バリかっこいい。あー、やっぱボーナッツも買っとけばよかったかな。でも高かったしな。まだ言ってんの？でもああいうリッチだよな。親がバリ金持ちとか。ねえねえ、彼女たち今日学校は？今日は創立記念日。あ、そう。じゃあこれからおじさんとカラオケでも行きません？おじさんとカラオケ？いや、別にあのホテル直行でも構わないんだけどね。平日の昼間こんなとこうろうろしてさ、高そうな買い物して店やってんだろ。二人で5万でと。5万。10万ならいいよ。2人で8万。10万。分かった、じゃあそれでいいよ。嫌ならやめてもいいよ。そっちの方がいいよな。女子高生はやっぱり制服だよな。さあ、帰ってきて、帰ってきて、カモン、カモン、カモン。さあ、さあ、君分かってんね。あ、キュッ、最高だ。すごい、すごいよ君。すごい。君も早く、カモン、カモン。下、下、下、君は下の方ね。おはよう。頑張ってね。え？これから学校でしょ？だるくない？え？どうせすぐ汚れんのに。そうだね、確かにすぐ汚れるわね。けど綺麗にしとかないと気持ち悪くってね。自分の家の前だけでいいじゃん。そうだね。なぜだろうね。いってらっしゃい。ねえあゆ、今日はどうすんの？え？また渋谷？私今日も頑張っちゃおうかな。勝手にどうぞ。もう一人で大丈夫だから。あー、来てる来てる。やっぱ出会い系ってバリベリだよね。前にも一度君みたいな子の相手したことあってさ、あの
子はよかったな。お金まだだけど。最初はすごく恥じらってくれてさ、でもベッドの中じゃすごく感じてくれてね。それで3万だよ。最初に約束したはずだけど。まあそうなんだけどさ。分かったよ、払えばいいんだろ。なんだよ、先生じゃいけないのかよ。別に。君こういうのいつもやってんの？だったら。こんなことやってて将来どうするつもりなんだ。高校生なら高校生らしく、もっと他にやるべきことあるだろ。なんかやりたいこととかないのか？別に。何かって言えば別にだな。君ら他に言葉知らないのか？たく。だるい。お前さ、何のために生きてんだ？じゃああんた何のために生きてんの？それは幸せになるためだよ。自分にとって何が大切か、幸せとは何か、そういうことを見つけるために生きるんだよ。そのためには自分自身を大切に思う心がないとダメなんだよ。こんなことやってるとな、幸せになれないぞ。それってならなきゃいけないの？お前な、大人なめんじゃねえぞ！また開いただけでそんな稼げるのはな、今のうちだけだからな！